皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。システム手帳サロンの帰りに東京駅にあるトラベラーズファクトリーに行ってきました。システム手帳サロンの会場の銀座から東京駅までは丸の内線で1駅なんですよね。とても近いです。今日はトラベラーズファクトリーでの購入品を紹介します。購入品1つ目はトラベラーズファクトリーのコーヒーバッグ S サイズのダークブラウンとライトブラウンです。システム手帳の持ち歩き用に使おうかと思っています。バイブルサイズがギリギリ入るぐらいのサイズ感です。続いてのアイテムはトラベラーズファクトリーの活版ステッカーです。活版印刷機で印刷していて、独特のくぼみ、かすれなど風合いがありますよね。シール1枚自体もかなり厚みがあります。そして東京駅限定の活版ステッカーも購入してきました。2枚入りで506円です。どちらも可愛いですが、この丸い方が特にお気に入りです。続いてレギュラーサイズのブラックのリフィルを購入してきました。ブラック以外にもピンクとか黄色とか他のカラーラインナップもありました。中紙は64ページと結構たっぷり入っています。先頭の窓枠ページと一番後ろのページだけはいつもの白いページが挟んでありました。それからレギュラーサイズ用の連結バンドを購入しました。しっかりした輪ゴムのような感じのもので、これを使ってノートとノートをつなぎ合わせて使うことができます。ゴムはブラックとベージュが2本ずつ入っています。この間トラベラーズノートのマンスリーページを購入していたので、それと今回購入したブラックのリフィルをつなぎ合わせてみたいと思います。本当はトラベラーズノート本体、東京駅限定のものがありまして、それが欲しいんですが、レギュラーサイズのトラベラーズノートを続けられるか不安だったので、まだ本体は購入していません。しばらくの間はこのノートとノートをくっつき合わせたこの状態で使ってみようと思います。購入品の紹介は以上になります。せっかくなので購入紹介した活版シールを貼ってみます。シール1枚が大きいので、これを貼るだけで雰囲気がガラッと変わりますよね。剥離紙にもこのボコボコ感が残っていて、本当に活版印刷なんだなっていう感じが伝わります。レギュラーサイズのノートを何に使うのかはまた今度お話しするということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。